はい、トムでーす。今日はまたね、終戦記念日、今日今またライブ配信の生放送中なんですけどね、今日はね8月の19日だから終戦記念日の4日後か。ただこれまた編集するんで、さらに後のね日にちになるんですけど、今日もね戦争にまつわるお話をしたいと思います。戦争ね、日本がどんどん追い込まれてね、負けそうになってきた時に、この国はねある命令を出すの。どんな命令だったかっていうと、みんなの飼っている犬や猫を国に差し出しなさい。僕もねワンちゃん飼ってるんですけどもね、まあ今時の言い方からするとね、ワンちゃん家族みたいな感じなのよ。だからいなくなっちゃうと寂しいなと思うんですけど、差し出せと。じゃあ何に使うのって言ったら、もうねその頃日本はね戦争に負けそうでね貧しかったの。なんで犬を殺して毛皮でね洋服作ったり、あんなちっちゃな猫ちゃんも殺して、あのマフラーみたいな感じ、なんだろうね、パイロットさんのほら首に巻くような、軍人さんのね周りに巻いてるようなさ、今だったらフォックスの毛みたいな、ああいうのの代用にしたりして使ってたんだよね。それもそういう荒廃した時代だから、何がひどかったかってね、飼い主の目の前で撲殺したりするんだ。自分の手放したくない飼い犬飼い猫を撲殺、ひどいよね。なんで戦争ってやっぱりね、もう繰り返しちゃいけないの。人間だけじゃなくて犬や猫、またねそれ以外のものまで、自然だってそうだし、ね、大きな犠牲を払うの。そんなのが戦争だからね、みんなね繰り返さないようにしましょう。そんな感じでした。